English Bootcamp TV。 どうも、English Bootcamp のリュウです。今回はですね、シーズン6お正月編の最終回になります。今年2017年の干支は何か皆さんもちろんご存知ですよね。今回は最終回ですので、若干レベルの高い質問が来ますが、皆様ぜひ英語で返答できるようにトライしてみてください。それでは早速行ってみましょう。 Yes, you can speak。 What is 鳥同士？Okay, that's what it is. Example. Oh, that's the same as the Chinese zodiac. はい、干支はオリエンタルゾディアック、またはチャイニーズゾディアックとも言われますね。はい、今回でこのシーズン6のお正月編は、最終回となります。次回からですね、シーズン7、新年会編に突入いたしますので、皆様ぜひお楽しみに。それでは私はこの辺で。また明日。See you!